ベン・ライリーは、セロニアス・モンク、アリス・コルトレーン、スタン・ゲッツ、ウディ・ハーマン、エディ・ロック・ジョー、デイビス、アーマット・ジャマル、ケニー・バロン、そしてスフィアのメンバーとしてとの仕事で知られる、アメリカ合衆国のジャズドラマーである。1970年代には、ニューヨーク・ジャズ・カルテットのメンバーを務めた。ベンジャミン・アレクサンダー・ライリー・ジュニアは、ジョージア州サバンナで生まれ、4歳で家族と共に、 ニューヨークに移った。高校時代には学校のバンドで演奏し、卒業すると軍隊に入ってパラシュート兵となり、軍隊のバンドでも演奏した。1954年に陸軍を去った後、彼はニューヨークに戻り、1956年にプロとしてジャズを演奏し始めた。ランディ・ウェストン、メアリール・ウィリアムス、ソニー・ロリンズ、ウディ・ハーマン、スタンゲッツ、ビリー・テイラー。 ジョニー・グリフィンなどのミュージシャンと共演した。しかし、彼の名前を世に知らしめたのは、ピアニストのセロニアス・モンクと4年間を演奏、ツアー、レコーディングに費やしたことにある。彼はまた、1960年頃に、ギターのアルシャックマン、ベースのロン・カーターとのトリオに在籍し、一緒にニーナ・シモンとツアーを行った。ライリーは、2017年11月18日に、 ニューヨーク州ウェストイスリップにて84歳で亡くなった。ありがとうございます。